兄鉱山は、秋田県北秋田市にあった鉱山である。金、銀、銅が採掘され、特に銀行、銅鉱の産出が多く、1716年には、山道日本一となり、長崎輸出道の主要部分を占めた。御用鉱山から、久保田藩の繁栄となり、明治初年に、官営鉱山となった後、1885年に、古川一米に払い下げられた。 閉山されたのは1978年のことであった。江戸時代前期の漢文年間に開けこうされたと言われる。元禄14年に銅山直営化を経て、法営5年の銅、鉛を合わせた、三出鉱は360万金に上った。17世紀後半から18世紀初頭にかけての時期に繁栄期を迎えた。安永2年、秋田藩では、 平賀源内を招聘して、鉱山技術指導を受け、翌兄へ3年には、米城川の支流兄川と藤琴川の合流点に、籠山や錬所を建設している。金山として出発した兄鉱山の名を全国に広めたのは、銅山発見からであった。そのいわれについては、二つの説が存在しており、いずれも説話に固くされている。関栄説。 道山牧山型九機によるもの。大阪の駒物商、窓か八郎は、行商先で知り合った女と夫婦になったが、女は、傍教の念を抑えきれず、米城の港から、上流の極印沢へ、夫の元を離れ去っていった。窓か八郎は妻を追いかけ、極印沢の暗闇沢で黄金に輝く石を、発見したというものである。漢文説。 秋田金山旧記によるもの。高岡八江門は大阪の茶号商北国や吉江門の手代として兄を訪れた。八江門はある日帰宅すると妻は不在で一匹の銀狐が昼寝をしていた。それを追い払おうとしたところ狐はたちまち妻の姿に変わった。妻は暇をこうたが妻恋しさにその後を追った八江門は極印沢の山中で仮眠中に。 妻が夢枕に現れて交渉を教えたというものである。いずれも最初の発見地は極印沢であることは共通している。地元では漢文説を取る方が妥当とされるが、その根拠は秋田藩が漢文10年に採掘許可を出したという文書が残っているからである。兄鉱山は佐竹市の開発によって当初金銀を算出し、 17世紀には銅山に移行して幕末に至るまで再興が続けられた。秋田藩の山道は幕府御用道の4割弱、多い時には5割を超えたが、長崎輸出道の主要部分を占め、また戦火中造の原料としても重要なものであった。兄の銅には米城川の修運が利用された。多数の鉱山労働者によって鉱山町が形成され、 最高武神用の土木資材や燃料としての侵炭も不可欠な存在であり、兄近辺では一時森林乱伐の弊害がもたらされている。1740年、秋田藩は兄に銅山掛山を設置し、銅山奉行の支配とした。兄銅山では鉱山の採掘から行動の精錬までを行った。兄銅山のうち二のまた、 板木沢ついでかんの銅に含む、銀量が多く、全2社は、大阪での相場が高かった。また、扇平、三枚の銅は含む、銀量こそは少ないものの高品質であったと、言われている。1716年には、三銅に本一となっている。しかし、その後、秋田藩の銅山経営は振るわなくなり、1764年、秋田藩は、 突如、江戸幕府より、兄道山と、麓村落の一万国の城地を通達された。これは、長崎輸出道の大部分を占めた銅山の山岳が激減したため、幕府は、佐竹市に大大地を与える代わりに、銅山の直轄化によって、増産を期としたのであった。これに対して、秋田藩は損失の大きさに驚愕し、時の老中であった、田沼をきつぐに働きかけ、 交渉によって、ようやく上地撤回に成功した。1773年、秋田藩は、幕府より1万両を借り入れ、幕府直営鉱山の開発に、実績のあった、平賀源内を招兵し、銅山経営の立て直しを図った。同年、平賀源内は、鉱山市の吉田治兵衛とともに、兄鉱山を訪れた。岩見銀山の水抜き工事を行っていた吉田は、 兄道の清廉法を聞き、このままでは、道の中にわずかに金が残されていることを指摘し、秋田の堂が大阪で陳調されるのはこのためであるとした。平賀源内と吉田は兄に1ヶ月滞在し、山下流の銀絞り法を伝授したが、それほど効果はなかったという。平賀源内や田資料には、吉田は誠実であるため評判が良く、平賀源内は、 天才肌で常人が近づきがたかったので評判がすこぶる悪かったのではないかとしている。平賀源内は兄で水無し焼きという陶器作りを指導した。現在2枚の皿が現存している。上述の通り、兄の銅は外して含む銀量も多く高品質として知られていたが、銅山における行動精錬までの段階では銅鉱に含まれる銀を分離させるということはしなかった。 行動を鉛を焚き合わせ、有点や比重の相違から銅と銀、鉛の合金を分離して、さらに銀、鉛の合金を灰の上で溶解させた上で、鉛だけを灰に染み込ませて銀の実を抽出するという一連の精錬技術は大阪道吹屋がほぼ独占する状態にあった。しかし、秋田藩では平賀源内の鉱山技術指導の後、大阪から 久保田藩に縁がある大阪の技術者を呼び、安永三年には、米代川、支流兄川、藤琴川の合流点である、山本郡二ついの地に、籠山精錬所の銀武器文書、鉛吹書を開け荒金、ね。それによって、事業内で行動から、銀の精錬までが可能となったのである。 アニコ山の偉人館1879年に来日したアドルフ・メッケルラドイツ議士らの感謝として、偉人館という西洋風建物が二棟作られた。ルネッサンス風ゴシック建築で、レンガは地元の粘土、水無しの下浜という場所で焼いて作られた。この建物は東京の六名館やニコライ堂に先駆けて建造されたものである。メッケルラの離任後、偉人館は、 政府交換や鉱山関係者の娯楽施設や迎賓館として使われた。一棟は1953年1月に消失。もう一棟は1956年5月に秋田県の有形文化財に指定され、1990年には国の重要文化財に指定された。兄鉱山の払い下げは、松方正義の大倉卿大倉大臣時代に、 財政改革の一環として、深川セメント、札幌ビール醸造所、新町宝石所、長崎造船所、兵庫造船所、三池炭鉱など、他の官営事業と、ほぼ同時期に行われたものである。秋田県内では、前年の小月軍院内銀山に続いて、1885年、当時、鉱山王と言われた、古川一兵に払い下げられた。官営自童家資本は、 長崎造船所や兵庫造船所、三池炭鉱を上回る167万3211円であったが、払い下げ価格は33万7.766円であった。兄鉱山が閉山後、偉人館の隣には、兄鉱山の郷土文化の保存を目的とする伝承館が建っている。ありがとうございます。